さあ始まりました、内田博之の内田ラジオ。この日は休みだったんですけど、ずっと漫画を読んでたらね、いつの間にかこんな時間になってしまったので、近所のすき家で軽く晩酌をしようかなと思います。少し前に麦茶にゴキブリが混入していた件を事実と認め謝罪していましたが、これ最初聞いた時ね、全然驚きませんでした。というのも昔私2年半すき家で働いていたんですけど、まだ新人の頃に鮭を盛る器を取ろうと引き出しを開けた途端、小さいゴキブリがふわっと大量に湧いて、もうそれを驚きましたね。なので今回の件もまああり得る話だろうなとは思いました。そんなわけで早速入店。安定のノーゲス。まずは瓶ビールに冷ややっこ、かつぶしおくろ、そして温玉と注文していきましょう。さあ早速ビールをグラスに注いでいくわけなんですけども、このコポコポって音がね、小気味よくいい音。まずは冷ややっこに醤油を垂らしていただきます。間違いないうまさで、この追いビールがまた最高。すき家って一人ビール2本までって決まりがあるので、いつもより美味しく感じるんですよ。味変の七味かけすぎですね。はい、いただきます。そしてこのオクラには温玉ポケット、そして温玉を割る、落とす、そしてこのかつぶしを振りかける、まんべんなく振りかける、こっちにも振りかける、あとは温玉を割ってネバネバとろーりを楽しむ。混ぜちゃう、ガンガン混ぜちゃう。そしてで、これがまたビールにぴったんこでね、これで1本目終了です。さあ2杯目ももちろん瓶ビールにサバ、ガリガリファイヤー、そしてフライドニンニクをチョイスして注文です。スキヤに来るとね、いろんなことを思い出すんですけど、やっぱねワンオペがきつかったですね。私も過去に何度もワンオペしたんですけど、まあ、スキヤにはねだいたい朝6時から9時くらいまでに朝ピークっていうのがあるんですけど、それをワンオペで回すのがきつかった。もう提供もオーダー受けもバッシングも間に合わずに、店内にピンポンが絶え間なく鳴り響く地獄絵図。社員が段ボールを敷いて寝るなんてのはもう日常茶飯事。皆さんもね、こういう場面に出くわした時は潔く退店しましょう。そんなわけで2本目も注いでいきましょう。このガリガリファイヤーちょっと気になってたんで、まずはそのまま。うわ、辛いな。これね、結構美味しかったんだけど、予想以上に辛くて、まあ、じっとりにじんでんすよね、もう額に。続いてはサバですね。醤油を垂らして、これご飯と一緒に食べたかったけどね、まあ、深夜なんで我慢して。脂が乗ってて美味しいよこのサバは。こうして深夜に一人で晩酌する時間も全然悪くない。ありよりのあり。さあ最後の一杯ですね。愛しいな。今日もビールが美味しく飲めて幸せだ。9時から9時のシフトを5連勤したキムさん、入りやすく辞めづらい会社だよと笑っていた武田さん、みんな元気かな。
そんなかと思いながら晩酌終了です。センベロとはいかないものの、ビール2本頼んでこのお値段、良心的です。ありがとう。さあというわけで、今回はねすき家で晩酌をしてきたわけなんですけれども、いやなかなかね美味しかったですね。しかしあのガリガリファイヤーってのは本当に辛いんですね。結構辛くて驚いちゃいましたね。深夜ワンオペかと思ったらね、店員さんが2人いたんでね、2対1というちょっと気まずい空間がね流れていたんで、まあでもねビール2本じゃやっぱちょっと足んないですね。これからそこのローソン行って家で飲み直して寝ようかなと思います。というわけで今回も内田裕之の内田ラジオ、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。今回の動画面白いと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価で応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。朝の3時過ぎです。おっ飲むぞ。